グランツーリスモの面白いところ、面白くなったところだよ。ステアバランスが変わるっていうのは面白いよ。はい、こんにちは、ピカイですけどね、グランツーリスモ7スポーツモード G プロでねやってみたいと思います。このハンコンダイレクトドライブなんですが、その他にねトゥルーホースっていう振動を伝えるっていう機能があって、路面からの振動が手に取るように分かる。こう振動っていうとただブルブルするだけってお思いでしょ。違うんですよ、周波数が変わったりするのかな。とにかく路面走ってる感がすごいのよ。その振動によってグリップ感まで分かるっていうのが、ただ単にこう振動してるだけではないっていうのがこのトゥルーホースのすごいところだと思いますね。ファナテックで全開で行けなかったコーナーをね、最終的にはまあ全開で行けるコーナーなんだけど、初めて走るコースなんかはね手探りで行くじゃないですか。そういう時にタイヤからのグリップ感がねハンドルに伝わってきて、まあ、これ全開で行けるなっていうことが分かるっていう。ファナテックは分からないから手探りで行くっていう、そこの違いがねはっきり出たんだよね。これでねスポーツモードやったら相当いいんじゃないかな説をちょっとね検証していきたいと思います。でブレーキもね、まあ、感圧式なんですけど、かなりね、まあ、リニアな感じの、実車とは違う、まあ、e スポーツ向きのペダルしてるんでね、この辺のことを含めてねやっていきたいと思います。あ、やっていくその前にね、ちょっとロジテック、これねすいません、これクラッチついてるんだけど、シフターがね、あの後ろにあるしょぼいシフターしかつながんないんですよ。 G29 用のそのシフターでこの感じの質感からそのシフターですかっていうのがあるんで、シフターねちょっと何でもつながるようにするか、あのロジテックからシフターねもっとかっこいいのを出していただきたいなという思いを伝えておきたいと思います。はい、それではね早速ね筐体に付け替えてやっていきたいと思います。今日はねニュル走っていきます。スポーツモードのデイリーレース C かなが、なんかがニュルで雨も降っちゃう途中でみたいなねことになってくると思うので、そうするとねこのトゥルーホースが生きるんじゃないかとね、雨の日に路面からの情報がね伝わらなかったやつが伝わってきて、もう俺めっちゃ速く走れちゃうんじゃないのみたいな。そして今日こそ D からね C に上がりたいと思いますので、この力を借りてやっていきたいと思います。この辺のねことも含めて見てください。早速ちょっと取り替えるのすごい時間かかると思います。皆さんは一瞬です。じゃあやっていきます。はい、ということで乗ってきました。まずは接続していきましょう。アップデートはねこの間したんで多分大丈夫でしょう。スポーツモードですね、やっていきたいと思います。こちらですね、ニュルブルクリンクエンデュランスということで、所要時間50分、ニュルを6周ですね、やっていこう。マジかこれ大丈夫。途中雨降るみたいなんだけどね、情報によりますと雨が降るみたいです。じゃあレンタカーでねエントリーしていきたいと思います。何にしよっか。車最も慣れているポルシェで行こう。ポルシェで、最近ポルシェ乗ってるからポルシェで行こう。さあマッチまで5分ですね。5分なんですが、5分じゃ回りきれないですねこれね。まあちょっとその5分間ハンドルのねインプレッションしていきたいと思います。設定は推奨値のまま。コース間違える、俺コース間違える、俺大丈夫かなこれ。はい、じゃあねやっていきたいと思います。トゥルーホースオーディオがねめっちゃいい感じなんだけどね、どうなんでしょうか。やっぱりこうめっちゃアンダーとオーバーが分かりやすいね、このハンコンは。セルフステアのこう当たり方っていうか、セルフステアがしっかりとこう、こっち側、こっち側のコースか、今気づいておいてよかった。大丈夫か俺。やばい、これはやばいっすよ、これはやばい。大丈夫かな、録画ちゃんとできてるかどうかも大丈夫か心配なんだけど、まあ大丈夫でしょう。はい、ということで時間ですね。
さあ、ということで、何番手 ?8 番手ぐらいからだね。さあ、ということで、DR がね、もうあとちょっとなんで、このレースで C に行けるんじゃないかと思いますわ。ちょっとウォームアップ走っていこうかな。あ、そうか、雨になるのか。雨になる場合、どうしようか。よろしくお願いします。皆様、よろしくお願いいたします。うわぁ、この結晶のタイヤの感じが違うんだよな。ガソリンとかはガソリン持つのかな。全くちょっと前情報がないどうしたらいいかが分かんないけど、まあ、とにかくちょっとレース頑張っていきたいと思います。うわー、始まっちゃうよ。これ大丈夫か。俺いけるか、いけるか、いけますか。何番手、9番手ですね。結局クリーンに行きましょう。コントローラーでね、レーダー表示しないとダメみたい。エンデュランス C、レース C ですね。私は9番手ということで14台ですね。これでレーダー表示ちょっと待って、レーダー表示噂ではこれでされるって聞いたんだけど、あれ左右のボタンで、画面だよな、左右のボタンで。え、どれだ、わかんない、わかんないっすね。コースマップどれだ、あ、これだ、これだった、これでいける、この丸で。さあ、始まりました。6周のレースですね。ね、みんなめっちゃアウディなんだけど、ポルシェもいる。すごい、比較的クリーンですね。やっつけて、大事件ですね。大事件勃発で6位。ここはちょっと慎重に、若干バネ感があるな、ちょっと調整した方がいいな。これは消せると思います。前の車を見て誰が危ないとか安全とかを見極めた方がいいですね。少し禁止なんかあったね、来たね。5位、1、2、3、4、5、見えてるのがトップですね。
若干アイレーシングとギア紐タイヤ違う。これはついていくといいことありそうだな。なんかでも雨降るんでしょ。ここそれ復帰す大丈夫。嫌だね。前の車うまいね。ちょっと速いかな。つけそうだけど。ちょっとずつ追いつこう。早い名前の車、慣れてきてるね。おお、滑る。あ、でも今の滑るのが分かったのが新挙動。わあ、ちょっといやいや、ちょっと滑ってちょっとビビったね。慎重になっちゃった。立ち上がりで分かんねえな。ちょっとなんかフロントタイヤの感じが分かんなかった。今の立ち上がりミスったのきつくない？きついな。後ろ追いつかれる。これはもう生かした方がいい。素直に生かせます。私がミスったんで、ここで単にブロックしてもしょうがない。うわわわわわわわ、さすがにそれ突っ込みすぎだろ。それでミサイルだね。俺で止まったよね。いや気にしない、大丈夫。なぜ気にしないかというと、こういう人は絶対飛んでく。そうだね、ギリギリだね、タイヤが。んでもなんかハイラインが違う。ちょっと入れるけどね、絶対入っちゃいけない。タイヤを発熱させるっていうのがテーマだったのね。発熱させないっていうことが、発熱すると前後バランスが変わって、だからあんまちょっとタイヤを使わない走り、フランスでも結構タイヤ限界まで使って走ろうっていう意識が俺の中で強かったんだけど、
スポーツモードでは決勝では本当にそれやってると結構やばいなっていう感じがあったので、こういうところも本体はできるだけ使わない、スキルをほとんどしてない、先頭から12秒、だいぶ遅くなってしまったが、どうなんだろう、4位、まだ1周でしょ、あと5周でしょ、これ5回やるんでしょ、マジで耐久レースだな、ほぼな、ワンスティントだもんね、耐久の、耐久レースではないけど、まあ本当にワンスティントって感じ。マニクルもそんなに無理してないよね。全然いけるけどね、まだね。32だ。8秒、知ってるね、やっぱりちゃんと走り込んでる。どうしよっか、長丁場、まあ、こいつについてった方が楽だよな、大丈夫だよ、ちょっと突っ込まずに後ろ見てるね、あんまり見ないでほしい、先行ってほしい、行った方が早いか、14秒、2秒ずつ離れていっちゃう、ここで1周だと多分10秒ぐらい離れちゃう、まあちょっとタイヤの発熱もあるからここで無理してあいつを抜かない方がいいと思う、7秒差トップと、ここに心折れちゃうよな、これだけ離れないとこれだけ離れないと後ろ見ちゃうよね、どうしよう、中ストレートでかな、あそこ下手だからな、いけない気がするよな、上りのストレートでちょっとブレーキで俺も詰めちゃってるな、後ろが詰まってきてんだよな、これはこのくらいの後ろが3秒詰まった、一周行く間に追いつかれちゃうね、このペースに付き合ってると、ちょっと行くか、
城が詰まった方が面白いか。で、喋って集中が抜けると離れる。ご苦労さん。もうちょっと頑張ってほしい。後ろ来ちゃうんだよ。まで痛い。あ、失敗したね。ごめんなさい。あ、クリーンレースだったのに。俺前の方がいいと思いますよ。俺前の方がいいと思いますわ。なんか怖いぞ。なんか怖い動きしたぞ。そうだよね。なかなかついてこれないと思うよ。15秒差。みんな争ってんだな。あー危ねえ。危なかった。トゥルーホースオーディオに助けられたわ。助けられた。23秒。後ろが 1.8。 雨だもんな、こっからな。待って、何周でピットすればいいんだ。6周だから3周したらピットすればいいってことだよね。まだ2周目だよね。まだ2周目だよ。どうすんのこれ。いやだからミスのないように走ればいいだけでしょ。1秒。ちょっと詰められたな。ここ苦手なんだな俺な。ちょっと待って、どこでレインがやればいいの。後ろ来たんだけど、なんで来た。俺なんかミスったかな。え、後半セクション俺が遅いってこと。やばい、これは。あ、やばいやばい、スリップ疲れてる。完全にスリップ入られてる。の方がうまいよね。あー、何ピットなの本当に。違うよね。でも前の2台。え、何が起こるのここから。
ップアングルあんまりつけちゃダメなんだな。なんか分かってきた。発熱する原因はキーって言わせることだよな。キーって言わせないと意外とグリップするんだな。スキルオンあんまりさせちゃいけないってことなんだな、やっぱな。27秒、次のラップでピットします。熱したから、発熱ちょっと抑えるために 2,3 コーナー休める。言わないぐらいゆっくり切る。スリップアングルつけすぎない。ぐらい。タイヤがたまんで合ってるかどうかは知らん。よし、前とほとんど変わらないな、ペースがな。一周4秒ぐらい遅い。いけるけどな。もうちょっとタイヤどのくらい使っていいかわからない。だいぶいい感じだ。でも常に対話をして、いやと常に対話をして、要タイヤだったっけ。できるのか分かんない。なんだっけ、グリップするのか滑るのか。うわー、ちょっとでもね、本当にこう今のところでももうちょっと無理するとスリップアングルに対する、もう打角に対するグリップ感がもう全然ふって変わる。山がCF の山がふってもうなんか低い、山が低いみたいな、グリップしないみたいな、そこから切ってってもさらにグリップしないみたいな。いや、この変化は面白いね。あ、なるほどね、これは楽しいわ。だから本当発熱っていうキーポイント分かんないけど、発熱っていう要素が入ってるとグリップが常に変わるから、それを常に探るっていう、そこに CF の山はあるのかいみたいな。いやいや、まあ要はグリップのね、こう限界のスリップアングルとその山がさあるかどうか。ああ、発熱しててなかったーみたいな感じになると、
アンダーになったりクソオーバーになったりするっていうね、そこが問題だよね。さあ前に見えてきましたね、11秒差追いつくか追いつくねこれね、ピットでどうしよう、タイヤどうしたらいいのこれ、燃料はまだ半分あるから、でも一回はピットして給油しなきゃダメだね。もう一周行っとく、もう一周行った方がいいなこれ多分。そうだよね、もう一周行った方がいいね、5秒差になっちゃった。だから雨降ってきたら、だから雨降ってくるからっていう情報があるから、雨降ってきたら、わあめっちゃ安定になってきた、やばいなこれタイヤが。まあ、でもこうやってきっちりこうね、山を越えないように、山が変わるから、山が変わらないように越えないように、越えないようになんていうのかな、グリップの山がさ、もう遅いじゃんこれでグリップしなくてね。でもこれはちゃんとしっかり山をうまくこうやってフロントばっかり使うことを意識してるとリアが急に滑り出すからヘロヘロになってますけど前の車大丈夫ですか。すごい動きしてるけど大丈夫？タイヤを温存してきた甲斐があったな。4秒差になっちゃった、早いんだな、見てたんだな、だいぶ慎重に、めっちゃ慎重に走ってるよ今めちゃくちゃゆっくり走ってる。でもこのくらいじゃないと、でもタイヤの摩耗はそうでもねえんだよな、だから発熱させない、もうタイヤ限界だね前の。俺はまだいける。燃料はあと1周切るのかな。並びかけない、大幅にコースアウトしてなんかやらかすまで俺は行かない。使ってんね、いけるいけるいける、頑張って、もうちょっと頑張って、ちょっと頑張って、もうダメだね、ヒロヒロやな、34秒あるから。え、でも後ろ、
だいぶタイヤなくなったな。これは行かない、これは行かないよ。大幅にミスしない限りいかない。なぜならばその後ぶつけられるのが怖いからだ。俺を一生懸命追っかけようとして、釣られる可能性もあるから気をつけろ。今危なかったぞ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。この先は早い、早い、早いわ、早いわ、この人。これがまさにゲーム走りっぽい感じ。限界を使って、あんなことだってさできないよね、実写でね。あんなボッコボコぶつけなきゃいけないもんな。離れちゃうね。俺のタイヤを発熱させないように、極力アンダーを出さないように、こうゆっくり走ってペース1周3秒ぐらい落としてた。早い、早いっすわ。俺も危ない、つらいぞ。ああいう風に走った方が最終的に実車でも速くなるかもしれない。速いところから抑えていくのか、徐々に上げていくのかっていうやり方だよね。いや、シムは絶対上げていくところから抑えた方が良くない？コストないからさっていう。実車そんなわけで絶対いけないもんな。さあ、彼がピットするのかどうか。アンダーだ。タイヤが左前結構きつい。左後ろか。ちょっと滑るね。ああ、すごい合ってた。感覚と減り具合が合ってたわ。給油してください。はい、分かりました。なんかこんなインフォメーション出るんだ。給油してください、インフォメーション出た。わあ、トップが早いよな。50秒差だもん。まあちょっと引っかかったけどね。引っかかってたって言いながら全然行かれてんだけどさ。これはいいの、いいの。タイヤを選択してください。え、どれどれどれ。え、ハードタイヤ、給油。え、給油どうやってすんの。え、すいません、給油ってどうやってすんの。え、え、ハードタイヤでいいの。いや、雨するって情報なのに
一応ハードタイヤ。うわあ、新品タイヤめっちゃ食う。めっちゃ食う、食うと食うからのスピンしそうになる。フォースフィードバックに助けられる。インターミディエイトだったかな。いけんじゃない、意外と走れるんじゃない。さ、めっちゃ食うのよ。フロントがめっちゃ食うからリアが滑るのよ。でこれが本当にステアバランス変わったのよ、これでタイヤ交換して。まあ当たり前だけどね。これだよ、これがグランツーリスモの面白いところ、面白くなったところだよ。ステアバランスが変わるっていうのは面白いよ。うん、いや今フロント食ってるからさ、すごいいいよ。気をつけろ、フロント食ってるからな。高くあんま入れすぎんなよ、リア流れるぞっていうね。さあ、あと2周、シュート4分3ぐらい。いや、ねじっていい感じ、このぐらい。全然やっぱタイヤ感じるな、これだと。やっぱりロジテックの方がちょっと優れてるかもしれないな、やっぱり。タイヤのスキル音もちっちゃいけどいい感じだよね。ちょっと極端に大きくしてほしいなっていう。いい感じ、ポルシェらしさあるわ、低速の曲がり方とか。このね、なんだろうな、立ち上がりの微妙にリアを流れながらみたいな、プッシュアンダー出そうで出ないようにするみたいな、ガスケツですか。どうしたんですか、どうされました。よいしょ、7秒差前。また4位に戻ってるのはなんでなんだろうっていう。ちょっと待って、早めのピットかな、早めのピットってことなのかな。さあ残り1周で雨ってことなのかな。後ろが41秒、前が8秒。これもう思いっきり追っかけていいってことじゃない。
この辺から思いっきり追っかけてみますわ、一回。行くぜ、9秒差。誰か抜かした。ああいうところが降ってこう、やっぱ荷重抜けたところの挙動がね、全然良くなったね。おっとーってなるから。実際ハンコが抜けてるだけでグリップ抜けてなかったりいろいろすんのかな。ここ遅いよな、圧倒的に俺遅い。さあ後ろと7秒、さっきスピンした車ですね。一騎打ちかな。前は15秒、あ、前行けるかもしれないな。あのあれだもんな、前見えたな。さあどうなのよ、どうなんすか。雨雲は大丈夫じゃん、雨雲大丈夫じゃん、来ないじゃん、平気じゃん。なんか場合によって違うの、そういうのあんの。さあラスト1周。雨だって聞いたのに、雨面白そうだなと思ってやってんのに。15秒、いやでもグリップあるとな、前の人速いんだよな。グリップなくなったからなんだよな。もらわないようにコース間違えた。ここに来てデストラップ、楽しくなってきた。15秒差、うーん、15秒差どうなんでしょうか。ステアバランスちょうどニュートラル、若干リア寄りですね今の状態で。あ、まあ私のドライビングでって、多分ドライビングのスタイルによって全然違うと思う。ああ突っ込みすぎた。調子に乗って突っ込みすぎたけど、ね、あのぐらいだったら助かるじゃん。
こでギリギリまで行ってると助からないな。思ってること言っていい？ブレーキがさ、クラッチ踏んでるみたいで何度も確かめちゃうんだよね。クラッチもうほんと何の抵抗もないスッカスカのブレーキだからさ、なんかこれブレーキですかって確認しちゃうぐらいの違和感。あるね。いやまあだから実車からすればってことなんだよね。別に実車関係ねえよってなったらこれめちゃめちゃやりやすいよ。でもめちゃめちゃやりやすい、ストロークが長いから。こうやってゆっくりこうすればさ、ほらオーバースピード危なかったね今。実演とかしてるんじゃない、もう最終ラップで。ほらじゃねえんだよ。ちょっと離れたじゃねえか。いやいや、じゃあダメダメ、これここで10秒相手を焦らせて、手を焦らせてたな、抜くっていう、ミスらせるっていう。抜けないから最初まずミスらせて、マイナス5秒なのに。マイナス5秒で来てるのに。いやまだいけるね、全然いける。25秒台ぐらいだね。あと7、8秒、もう全然いけんだよな。いや、フロント強めだから怖いんだよね。アンダーが出るというよりは限界までフロントのグリップ使ったら絶対オーバー出るっていうのが分かってる状態での運転って、まあ、でもこんくらいじゃないと予選は速くないんだけど、さすがに決勝このセットにしないだろうっていうね、実車で。怖いわって なるよね。もうちょっとこう必死に曲げるテクニックをいろいろ使って曲げてギリオーバーちょっと出るみたいな。なんか曲げるテクニック、あ、だいぶでもアンダーになってきたな。特にこっち左前がちょっとだけ減ったね。こっちは減ってないんだよ。こっちほら入るけど、こっちが、うん、ちゃんとしっかり感じられてる。でもまだフロント強いね。ちょっと怖かった。雨降らねえじゃん、雨降るって言ってたのに。よし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 、え、なになに、映りたがりなのこれ、ね、映りたがりだった。AMG じゃん。次のこのコーナーで
事故って俺が勝つ、ポルシェが勝つっていう、いつぞやの24時間じゃん。それ以来 AMG コーナーって呼んでんだけど。さあ最後の勝負だ、スリップ入ったぞ。さあお前ペナルティもらえ。もらえない、もらわない、スリップ入ってる。さあさあ、いや俺あそこのブレーキ得意だからね、加速と。さあ最後ありがとう。ありがとう、見せ場を作ってくれて。ほんま一応追いついた。はい、1秒切った。はい、スリップ入っております、スリップ入っております。イエーイ、見た、やった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 ぞ、やった、フィニッシュ。勝った。2位です。いやめっちゃ嬉しいんだけど、これやったやったやった、めっちゃ嬉しいんだけど。最後何譲ってくれたよね、譲ってくれたみたいになったけど、大丈夫ですか、大丈夫ですか。はい、2位。いやこの2位はすごいっしょ、やりました、2位。いやめっちゃ嬉しいんだけど、これ我慢に我慢のレースでしたが、このねトゥルーホースにも助けられ、何回か助けられたよ。まあデスイバーテックでもいけたと思うけどね、多分。まあ分かんない、これやってみないと分かんないから。はい、ということでデイリー C2 位という結果ですね。ニュルで2位、嬉しい。でも雨どうなったの、雨期待してたんだけど。ということでドライバーレーティング C になりました。やったやったぜ、 C C 来た。何レース目なんだろうね、多分動画で出てる以外で。ちょっと練習で3レースぐらいしてるから、多分動画で4本ぐらい出てる、多分6レース7レース目ぐらいで C っていうことですかね。いやもうほんとね、スポーツボードめっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいんでね、どんどんレーティングね上げて、もう結構来てるよ、結構来てるよ、見て C の結構来てるよ。そしてスポーツマンシップ S になるとなんかねいいらしいよ、 S の人たちと走れるみたい。いやーちょっと一回あれだよね、抜くときぶつけちゃった一回だけでちょっとねクリーンレース取れなかったけど、惜しかったっすけどね。いやー本当に嬉しいですね。皆さんもよろしければね、このニュル面白いっすよ、本当に気軽に楽しめるし、比べちゃ悪いけど、まあアイレーシングもいいんですけど、アイレーシングよりね待ち時間が少ない、レースがねすごい結構頻繁に行われているので若干待ち時間が少ない気がするのに、気のせいなのかな。まあ そういうレースもあるっていうことですかね。はい、ということでドライバーレーティング C だぜ。はい、ということでやってきましたけど、まあ本当にねペダルは実車と全く違うんだけど、めっちゃブレーキがほんとスコスコでね、リニアに効く。普通の実車のブレーキってさ、そんなリニアじゃないじゃん、なんかここの辺遊びがあって全然効かずに、ここなんかこの辺からすごい硬くなって効くみたいな。だけどもうこれはなんか本当にポテンショメーター、まあこれ感圧式で圧を反応するセンサーのブレーキなんですけど、だけどポテンショメーター、角度を検知してるぐらい、そのぐらいの設定になってますね。なんですごいやりやすいなっていうね。ただなんかこれあれ俺クラッチに足乗せてないみたいな違和感あるなっていう感じはしますけど、まあそこはもう本当に実車と比べてなんで、もう全然気にしなくてもいいと思いますね。 e スポーツって考えたらもう全然無視できる、全然無視していいと思う。あとトゥルーホースはいいですね、すごく感じやすいけど、なんかファナテックの方がいいっていうのはステアリング持って中間のところかな、ちょっとなんかねバネっぽくなるところが若干あったんですよ。なんで、まあ、設定なのかもしれないので、ちょっとそこは直した方がいいかなっていう感じですね。いや結構いい勝負だね、ファナテックと。またね本当にハンコンの味としては全く違う感じがする、全く違うっていうか、うん、本当にフィーリングが全く別物ですね。別の車に乗ってる、別のジャンルの車に乗ってるぐらいの感じ、こう振動が伝わってきてね、本当にこうグリップ感がすごく、こう今回もねタイヤの使い方、フロントタイヤの使い方っていうところで温存させるとかっていう時にすごく役に立ちましたね、このトゥルーホースが、っていうところは本当にこれはあると思います。ということで楽しい楽しい GT7 スポーツの時間終わっちゃいました。じゃあまたね、こっからさらなる修行をしてですね、まあ公式戦に出て海外行きたいですね。なんかわかんないけど、なんかわかんない、一般の部なんだよなあれな、なんかないっすか、なんかわかんない、おじさん なんだろうな、どういうゾーニングすれば俺が入るんだろうっていう。なんとか俺が入れるゾーニングまで、まあちょっと行きますけどね、頑張って A までは行きたいな、目指せ D カップってことで。 D カップ何の話。はい、ということでじゃあね、バイバイ。